どうも、しゅんです。こんにちは。本日はですね、箕輪さんが実際に就活生時代、もしくは学生時代にされてた自己分析についてお聞きしたいなっていうふうに思ってます。はい、これだから就職ね、2回やってるんですよ。はい、1回目全部落ちて、沖縄でリゾートホテルでパラソルを刺す係にだけ内定して、はい、でみんな高卒とかばっかりで、俺わざわざ早稲田まで一浪して早稲田出てそこしか受かんないっていうダメ就活生だったから、なんかその時ね、嘘ばっかついてたの。要はちょろいと思ってて、就活の参考書とか読むと、何々をしてこのどん底だったチームを優勝に導きましたばっか例文で書いてあるじゃん、はい、あ、こういう嘘つきゃいいんだなと思って、だから全然誰も頑張ってないようなアマチュアのフットサルサークルなのに、大会もちっちゃいなんかお遊びみたいな大会優勝した時のことを思い出して、チームがどん底の時声を掛け合って優勝まで導きましたとか適当なストーリーを作って ES にも書いて、なんか面接でも言って、そういうことばっかやって嘘ばっかついてたら全部落ちた。本当に全部落ちたんですよね。本当に全部落ちた。テレビ局とかそういった有名な大手企業にエントリーされた。基本そう。でも、まあ、映画会社とか、なんかそういうエンタメ会社、まあ、そもそも狭き門っていうのもあるんだけど、本当に全部落ちて沖縄のホテルにしか受かんなくて、でその時思ったのが、これ嘘をつくんじゃなくて本当に自分が思ったことを喋んなきゃいけないんだなって思って、まあ当たり前のことなんだけど、それで俺の中で導き出したのがシンプルに、自分がどんなやつで何がやりたくてなぜこの会社なのかっていうのを徹底的に掘って、1時間でも喋れるし10分でも喋れるし3分でも喋れるみたいにしようと思って、だから自分はトップリーダー的なこととかサークルでも何でも1回もやったことなかったんだけど、そういうのは何もやってないけど、まあ、グループにいると、まあ、みんなが面白いと思ってくれるとか、必要ないけどいた方が楽しいみたいなキャラ で何がやりたいかっていうと、世の中の 90% は警察官とかお医者さんとかいろんな仕事はあるべき仕事だけど、 10% のバラエティ番組とか必要ないけど、まあ、あった方が世の中カラフルになるよねみたいな、面白いよねっていう 10% ぐらいの仕事をやりたい人間だから、面白いってことには結構命かけて頑張れるような人間で、だったら出版社で本を作ったり雑誌を作ったり、もしくはテレビ局でバラエティ作ったりみたいなことかなみたいにシンプルに考えていた。でどんな人間でっていうとこは、それを説得力持たせるにはどうしたらいいだろうって考えて、これ大学の時バックパッカーみたいなの好きでやってて、インドで監禁みたいにされたんですよ。なんかね、宝石商みたいなところに、でこんぐらいの天井のところに押し込められて、宝石買うまで出さねって言われて、はい、最後なんか揉み合いになって走って逃げたんだけど、その時普通にホテルに逃げればいいんだけど、インターネットカフェに駆け込んで結構震えてたんだけど、すげえミクシーにログインしてそのことブログに書いて、めちゃめちゃコメントが来て嬉しかったの。要はそれって多分命が助かりたいとかっていう同じぐらい、何か自分が経験した面白いことをみんなに言ってその反響をもらうことが好きっていう、そういう原体験があるから、雑誌を作るでも本を作るでも、普通の人が妥協しそうな時でもこっちの方が面白いと思ったら寝ないで頑張れるタイプだなと思って、とかそういう風に掘ってって掘ってって、この3つのことを説得力持ってずっと喋れるぐらいにやってったら、何も人間としてのレベル変わってないの。だって就活ってすぐ2回目来んじゃん、はい、何も変わってないのに、同じ企業でもフジテレビとかも本当最終の1個前とか行って、主演者も最終までいたのかな、で双葉社っていう出版社も受かったし、だからですね、そこで本当に自分のことをちゃんと嘘つかないで、当たり前なんだけど嘘つかないで、本当に自分でも絶対に確かにそうだなって納得感あるまで考えて喋れれば、あと受かるか落ちるかは、まあ合うか合わないかだなっていうのはすごい思ったから、でしかも企業に内定もらうもらわないっていうのを通り越して、今でもあらゆる決断をするときにやっぱり自分の柱になってるものだから、自分を内省して自己分析するっていうのは、普段社会に出ちゃうとそんな時間ないから、就活のタイミングでやっとくっていうのは意味あることかなっていう気がします。レベルアップはしてないけど、全くしてないの。自分の理解度が高まることによって結果が180度変わったってことです。でも面白いのは、そんだけ言語化したじゃん、2回目言語化したじゃん、はい、でも結局変わらなかった。
テレビ局か出版社か沖縄の会社っていう結論を感覚的にも分かってたんですよ。分かってたんだけど、その意味付けを人に説明するまで理解してなかっただけで、俺の頭の中では結論は変わんなかった。結局だから今ペンションとか作って、それも沖縄の会社の面接試験で言ってたのよ、ゲストハウス作りたいみたいな。結局やってることずっと同じの、やりたいこともルートが違うだけで。結構今でも大学時代 の監禁された体験とかを発信して反応返ってくるのが面白いっていうのは。同じじゃん今も。全部そうですよね。毎日なんかいいことも悪いこともすごい辛いこともネタにして、それがそのままツイートするっていうのもあれば、それを自分の中に熟成させて誰かの本を編集する時の素材にするっていうのもあるけど、基本的に自分が見聞きして刺激受けたこと、人をコンテンツに転化して世に出して共感を得たりするっていうのは何も変わんないね。参考になるのかなこれ。あと嫌な上司とか理不尽な案件とかやりたくない仕事って絶対あるわけですよ、はい、その時にそれをやりながらも自分に嘘つかないっていうのが大事だと思って、要はそれはやりたくないですっていうのはシステムをしないし単なるアマチュアで、じゃあ実力つけようって話なんだけど、だからやんなきゃいけないフェーズって絶対新人の時はあるんだけど、これは俺はやりたくないしクソみたいな仕事だと思っているが、本来やりたいこの仕事にとって今必要だからやってるっていう、自分にはこれは全然面白くない仕事だけど我慢してやろう、本音を言うっていうか、だから自分に嘘をつかないためには自分を知ってなきゃいけない。それ染まっていくと思うね。自分を知ってないとやりたくない仕事でもずっとやってて、まあこんなもんかみたいな、ある種妥協のようなものを、うん、そう、だから俺はこういう企画が面白いと思う、なぜならこういう人生観を持ってるからっていうのがあれば、女子から降ってきた企画でマジクソだなって思って、もう自分にはクソだなってちゃんと言い聞かせて、ただやっぱ仕事だからちゃんとやって利益は出すみたいな、現実と折り合いつけるながらサラリーマンやっていく上でちゃんと自分を持ってないと、サラリーマンとか会社の都合に染まっちゃって、もうほんとつまんない何の軸もない人になっちゃうっていう気がする。そういう点では、その就活においての自己分析って割と軽視されがちな側面もあると思うんですけど、かなり大事なよ。めちゃめちゃ、だからむしろ就活ってのを言い訳に自分と向き合う期間が持てるっていうのが就活の唯一の価値で、自分のことを内省する機会を持った方がいいと思うから、それが就活の価値なんじゃないかなって気がする。要はマッチングがそれによって初めて行えるっていうことですね。うん、うん、まあ、そういう点では視聴者の皆さんも自己分析っていうちょっと固いワードだったらちょっとやりにくいかもしれないですけど、自分ってどういう人間なんだろうって考えること自体が自己分析だと思うの で、それがねできてないとね、ほんとムカつくだけなのよ。なんで落ちたのバカじゃんだったんだけど、1年目は、うん、でも自分のことちゃんと分かってたら合わないんだなって思って、逆にちゃんと自分のこと喋って落ちんなら入んなくてよかったわぐらいに思えた。で落ちてもまあただ合わなかっただけだなって自分に納得させるためにも、自分のことはちゃんと分かっておいた方がいいっていうのはあると思います。そういう点では自分自身のことを、分かるっていう機会をぜひ持ってほしいなっていうふうに思います。そうですね。で皆さん今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。